石田選手の胴が決まった。胴が決まりました。4名石田選手が面を決め、日本勝ちを収めた。多彩な技を持つ石田選手が、かつてこの大会の決勝戦でも決めた逆胴で先制した。最初に担ぎ、相手が手元を上げたのを見計らって変化した胴は、足腰がしっかりしているからこそ打てる技と言えるだろう。時間が経つにつれて、両者の間に地力の差が現れ、鍋山選手がコートの隅に追い込まれる場面が目立つようになった。鍋山選手が苦しくなって出た面を、石田選手は余裕を持ってさばき、しっかりと面を打ち込んだ。